ゲームスタート。どうもこんにちは、こんばんは、岩です。イナズマイレブン GO ギャラクシースーパーノバー、前回の追加からやっていきましょう。ということで今回は見てください、この先頭に立っているバンダラ巻いてるおじいちゃん、ダンブルドアを今回使っていきたいと思います。いやね、やっとですよ、レベル78まで上げました。まあね、なんて言ったらいいかな。まあ一応、キャッツとかね、上がりきってません。なぜかというと、熱血見てください。542しかないからです。はい。熱血が足りません。皆さん、僕に熱血をください。元気をください。では、ヒビック監督、こんな感じですね。ただいま、キャッチプラス30とキャッチプラス20でちょっと持っております。技はゴッドハンド、大爆発ありて、稲妻ブレイク、ゴッドハンド V ということで。まあヒビック監督も山なんでね、結構属性は合ってるんじゃないかなと思っております。で、化身はタイタニアス、いつも通りタイタニアス。タイタニアスですね。一応タイタニアスですね、つけております。はい。で、まあキャッチが261ということで、相手がまあ99の対戦ルート行くんで、まあ不安ですけれどもね、こっちとらかつて伝説の稲妻イレブンと呼ばれた男なんで、まあまあまあと期待していいんじゃないかなと思います。ってことで今回オーガですね、やっていきましょう。さあ、こっちはあ、相手響きとかじゃないんだね、監督いないんだ。なるほど。で、こっちベニギクです。いつも通りベニギクです。で、こんな感じです。フォーメーション2トップ、久しぶりのベータが入っております。で、ベータのね、ミキシマックスとスキルをね、こっちスリムレンジ2枚持ちにしてみたんですよ。なんか面白そうだなと思って、ロングシュート面白そうだなと思ってスリムレンジ2枚持ちにしてみました。で、剣はなんとアトラとミキシマックスしております。お色気アップついてるんだよね。なんと剣にお色気アップと、はい、もう色気が出ております。ムンムンです。ということで、キック488、かなり高いです。さあ、オーガ、うわ、ブルドとゲボーがいる。ブルドとゲボー、いや、スリートップかっけえなんだよこのスリートップ。はあ、ミストレ、俺ずっと女だと思ってきました。最近こいつ男だって知りました。オーガシューズかっこいいね。はあ、キック高いなあー、キック高いね。うわ、属性一致してるしキック高いね。はあ、お前ミストレよりキック低いのか。なるほど、なるほどね。と、あ、まあこの、いや、ブロックたっけ。まあブロック、まあこの2人はまあチビなんでいいです。キーパーどんな感じよ。スタミナ高いね。あ、グラビティポイントとパワー、あ、ブロックプラス2で間違えてますよ。あなた、キャッチとブロック間違えてますよ。ほんと恥ずかしいですね、ほんとに。ってことは、いつも両肩にゲボーとブーボー乗せるって、ピカチュウみたいに乗せるなって、お前はサトシか。さあ、やっていきましょうか。まあ、とりあえず、響監督メインで使っていきたいところではある。やっていこう。この響がいることの安心感なんだろうね、これ。なんか響監督キーパーやってくれる時の安心感なんだろうね、これ、ほんとに。これ、打っていきましょうか。スリムレンジどんくらい細くなる？ほっそ！ほっそ、シュートブロック入んねえな、これは。オッケー、ダブルショット。まあ、トータルパワーがあんま出ないと思うんだよね。キック上げてないし。732。まあまあまあと、これシュートチェーンも入りにくいしな。お、え、ワンチャンあるべしょ、ナイスワンチャンあるべしょ。あれあれ、おいおい、オーガ舐めてくれてるね、ちょっとね。あれれと。あれ、オーガさん。あんた、そんなもんですか、あんたらの力は。キックも上げてないベータで入っちゃうんですか、あんたらのキーパーは。さあ、こっちはどうしようかな。とりあえず、まっしょって構えたちよ。おい、ミストレ、ソウル、なんか可愛いな。白頭ウワシだ、白頭ウワシ。使ってきたね。では、こっちは初手。陽気、かまいたち。四式な、四式。これ、ポコパ、まあ、カット、カット、カット。これ取れる。はい、取れるんですよね、と。これ、ツルにかまして、オフサイドないでしょ、これ。オフサイドないこと。おっと、ゴール発動。これ多分、ザコメルか。ザコメルだと思うんで、メティス出していこう。うわ、ソウル？うわー、出た、サンドリアス。サンドリアス出てきたね。では、慈愛の女神メティスでいいんだっけ？なんか可愛いよな、メティス。はぁ、あ、これ、どうせ、ブラックナイト山田。オッケー、セイント、ヘル&ヘブンだったわ。これめんどくさいね。これ、鶴井くんがあまり上がってこれなくなっちゃうんじゃない？早く上がってきて。打てるか？オッケーオッケー。まぁ、ちょっと距離離れてるけど、アテナアサルト。相手のソウル多分山だと思うんで、割と属性相性いいんじゃない？これ2点目ぜひとも欲しいところ。なんか氷の国にいそうだね。オッケー、3398。いいんじゃない？お、絶5ターンダブル。いや、これ誰とミッチマックスしてんのお前。いけるか、ナイス、お色気アップ入ってるんでね。オッケー、ゴール、勝利をこの手に。はぁ、クソかっこいいんだが、剣濡れたわマジで。お色気アップ、はぁ、勝利をこの手に、いざ参るぞ。俺も言ってみたいな、勝利をこの手に、いざ参るぞ。
なんかな、いざ参るぞって言ってないよな、多分。いざ参るぞは多分俺が言ったよな、今。これ、ナイスパスじゃない？はい、キラーパスと。なんかさ、俺、稲妻イレブンでワンチャンオバメ系できるんじゃないかなと最近思っててね。ちょ、やってみたいね、今度。相手が、ダブルだね。ジアス打つか、ジアスインフィニティ。オッケー、オッケー、ミスっていけ。では、慈愛の女神、メーティス、アームド。かわいいな。さすが、お色気アップは入ってるだけあるな。では、ジアースインフィニティ、今回も天幕が省かれております。トータルパワーはどんなもんじゃ1185、悪くないんじゃない？これがどんだけあれだよ、敵のしびりダメージ入るかよ。あ、ソウルストライクか。そうだ、ソウルストライクか。あ、でもさすがに破れないでしょう。まあまあまあ、お色気アップ入ってるからワンチャンってところだね。これオフサイドくせえな。これオフサイドかな。ディフューズコード。あ、まあ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 、ファールファール。うお、お前ブボーとゲボーコンビ割と熱い。普通にブボゲボ好きだからな、俺。耳がゴブリンみたいな感じでね。ちょっと可愛いよね。さあ、相手はこれ誰だ、化身。まあ、とりあえず響き聖子出しておっか。あ、一括か。うわ、まさかのダンボ。さあ、響き聖子、ご精神タイタニアス。似合うね。なんかマジで可愛いわ、響き聖子。好きだな、俺。響監督かっこいい。おー、撃ってくるか、いつかばー。撃ってこいよ。これが響監督の強さ。マジンズハンド。お、デスドロップ。いや、属性相性いいよ。これは止めてほしいところってか、エスカバの道マックスかっこいいな。線出ないのか。これ止めれるでしょ、響監督。頼むぜ。はい、強いと。はい、強いし止めると。見たか、みんな。これが響監督の強さだ。もう年老いてもと、もう老いをね、衰えを見せない。何しまったしてんだお前。ちょ、ベタ。あ、打っていこう、ロング。それスリムボディじゃない。全然スリムボディじゃないんだけど。まあダブルショット。オーケーオッケー。ソウルストライク使わせたのでかい。さあ、シュートコマンド07。キルアとさ、キルアか、キルアとベータ、キルアとキルアって一緒じゃない。キルアとベータの声優一緒っていうのを最近知って、なんかやっぱ声優さんすげえよなって思うよね。うわ、まあさすがに無理だな。ドラグノバは無属性なんでね。無の心得が、無の心得、これが発動するんじゃないかなと。は？は？ファールだろお前。ベータがスライディングで取られるわけないだろ。なんか工作したろお前。オリオンの民か、まさか。お前はオリオンの人だったのか。あ、まずい。あ、それまずい。響監督頼むわ。あ、まずい。あ、まずいね、これ。実にまずい。あ、なんか、俺も願うよ。あとは神頼みよ、俺。あ、まずいね。非常にまずいね、これね。ちょっと頼むわ。なんか起きて。なんか起きろ。頼む。あー。まあ、初戦ですから、響監督。初めて出た試合よ、1点くらい。いいシュートだ。もう一度、ほら。これが大人です、皆さん。もう、この1点も、なんとも、これも、この1点で、この失点で俺はまた強くなったぐらいに思ってるんで。お前ありがとうなって。この失点で俺はまた強くなれたって。絶対響言ってるんで。まあまあ、失点していくことに響強くなっていくんでね、本当に。これ絶対こっちから、あ、真ん中？これ、取れるでしょ、ナイス、石ガシガシ。これ、パス出して、剣に出してからのベータ上げる。ベータ上げる、パス出して、シュート打つ。ここは発動していきましょう。ソウルストライク、ドン！お、何それ？何それ？オッケー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 、ソウルストライク。どっちが強いか、はっきりさせようじゃないか。声が狼じゃねえんだよ。なんかもっとドラゴンっぽくしてこしたな。ガローガローって感じで。狼じゃねえんだよな。では、ワンチャンない。いや、無理か。ソウルの壁でかいな。おっと、これ、アインザ、いや、でも相手ソウル発動してるから無理っぽい。はい、決めていく。進藤くん、さすがです。お、クリティカル。やるね。やるじゃん。これ、あ、オフサイドか、ギリ。あー、オフサイドだったか。いや、お前ロング打つね。いや、見せていこう。これが響監督のゴッドハンド V。 お、グングニル。これトータルパワーいくつ出んの？オーケーオーケー、止めれるよ。さすがに600は止めれるよ。お前うちの、あと怖いね、ここ怖いね。でも持ち気なあるから、まあ大丈夫。持ち気なあるからまあ大丈夫。これ誰？バタップ？エスカバ？デスドロップか。
オッケーオッケー、さすがに止めれる。オッケー、900だよ。これ誰もブロック挟みません。ブロック挟みません、誰一人も。お前ら響監督を信じれないのか。響監督を信じる、それが俺たちにできることじゃないのか。さあ響監督頼むよ、ゴッド&V。あ、目が、あ、無理だ。あ、前隠れちゃって何も見えない。前隠れちゃってボールも見えない。これ無理だ、無理だ、これ止めたーめっちゃかっけえわ、めっちゃかっけえじゃん響監督。打っていきましょう。あ、オメガアタックギリ使えないのか。これまあダブルショットワンチャンじゃない。相手パンチングしか使えないっしょ。ここで追加点欲しいけど、お、800出た。 OK、 悪くない。パンチングじゃ無理でしょ、これは。これパンチングじゃ無理でしょ。無理無理無理、頼むぜ。やだ、お前、くお前、うわ、なんなんだ、くぅ、苦しい、苦しいね、それね。あはえ、今のなんか左の人の髪の毛の色いいね。あのなんか赤い感じいいね。なんか俺髪の毛のちょっと赤くなってる人好きだよ。髪の毛がちょっと赤くなる、全体的に黒だけど少し赤くなってる人、あれちょっといいよね。ゴッド&Vだ。あ、お前化身外れちゃった。化身鎧クロスを脱いだな、お前。ゴールドクロスを脱いだな、お前。ではデススピア1160。あ、これハンター、ハンターかませないと止めないね。これハンターかませないとね。ではハンターズネットかぶせてみよーんと。 OK、 800台なら響さん頼むよ。かっこよすぎないか、マジで。ゴッドハンド V で止めた時の響さんのかっこさ異常すぎんかなあ。さあということで後半終了、試合終了というと2対1。まあ結構ギリギリでしたが、響監督かっけー。あ、大輔が99歳になった。